つもご視聴いただきありがとうございます。店長の大阪です。今日はオームツインサーキットオフロードコースであるマシンを試してみます。オームツインサーキットオフロードコースですね、大きさでいうと全国的に見るとやや小さいのかもしれませんが、まあ、現状でも、ね、10分の1のモディファイもしくは初心者の方からエキスパートの方まで楽しめるようなレイアウトになっております。ただね、ちょっとなんかコースを長く感じたいなっていう時ありますよね。かといってもスペースは限られているのでこれ以上伸ばしようがありません。そこで私は考えてみました。じゃあ10分の1サイズからちょっと小さくしてみてはどうかということで調べたところ、ハイテクさんでこんな面白い商品がありました。じゃーん、こちらですね、 WL トイズでよろしいんでしょうか。で発売されておりますドライビングオフロードカー、こちらをですね今回ちょっとレビューしてみたいなと思います。まあ、実際ちょっと車の方が14分の1でやや小さめなので、逆に考えるとなんかワッツの81を走らせてるぐらいのイメージになるんじゃないかと思うんで、ちょっとですねこちらを開封してレビューしていきたいと思います。それでは開封してみましょう。はい、それでは開けていきましょう。じゃーん、はい、説明書とこちらが充電器とホイールレンチが入ってますね。注意事項、バッテリーはリポの 7.4 が入ってる、充電は約2時間40分で完了するということですね。はいはいはい。お、ちゃんと単三電池もついています。そしてそして、よいしょ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。なるほどなるほど。これをまず取って、これとこれを一緒に取ると、ここに単三電池がちゃんとついてますね。ありがたいです。じゃーん。そしてプロポ、こちらプロポ、あら可愛いプロポですね。これお子さんでもできるね。あ、なんか踏み代が深いな。うまく走れるんだろうか私これで。はい、まあ、せっかくレビューなんでねこれでやってみたいと思います。はい、そして車がじゃんじゃじゃーん、はい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 、おー、いい感じですね。なるほどなるほど、ちょっとボディを外してみましょうか。あ、バッテリーがこういう感じになってるので、うん、その気になればまあ急速充電かけれそうですね。あー、メーカーがちょっとアンプが特殊だからプロポ変えようと思っても変えられないのかな。まあ、せっかくなのでちょっとこれでやってみますか。お、アルミダンパーがついている。おー、走りそうですね。タイヤもなんか良さそうなコンパウンドですね。はい、それでは一回オフロードコースにやってまいりました。これちっちゃさがあるかな。ちょっとお客さんの車と並べてみましょう。全然大きさが違います。さすが14分の1 1秒2。さあ、これをちょっと走らせてみたいと思いますが、いやー、ちょっと見てください、この今日の天気。あそこ雪もうあそこまで積もっちゃってます。もう爆弾低気圧、本当営業できないかと思いました。そんな中でなぜか動画も撮れちゃう。早速では走ってみたいと思います。6秒5
ません。ちょっと飛んでみちゃいました。ありがとうございます。下手くそながらも飛びました。で意外とね、壊れるまで走ってやろうと思ったんですけど、なかなか頑丈で壊れませんでした。で、ありかなしで言うと価格がセットで2万円弱ぐらい、ハイテクさんで売ってます。パーツも売ってる。でるる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 で、ありよりのありだと思います。で、ね、このプロポに、ね、慣れてくればもうちょっと上手に走れるんじゃないかな。なんかね、ちょっと練習してみたい気になってで、ちなみに売ってるのっていう問い合わせが来ると思うので、この動画を見たお客様、オームツインサーキット売ってます。はい、それでは新しいですね、14分の1の、マシン、オームツインサーキットオフロードコースでありかなしかは、ありよりのありということでした。それでは、面白かったわ、買ってみようかしら、買わないけどチャンネル登録しようかしら、もしくはグッドボタンぐらいは押してあげようかしらという方は、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。